お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日の話はエリートヤクザの査定の話をしたいと思います。この査定をね、プライベートの動画でも言ったように、なんちゃんの査定なんですよ。昨日一緒に食事したね、なんちゃんの査定。このね、なんちゃんの査定。この査定もね、いろんなドラマがあるんですよ。波乱万丈な人生を歩んできてるんですよ。はい。それでこのなんちゃんの査定をね、黒っていうことにします。顔がね、真っ黒なんですよ。黒いんですよ。日焼けサロン通ってるんですよ。いい歳してね。それでこの人間のことを黒ということにしたいと思います。はい。なんちゃんの話。エリートヤクザの履歴書。その中でね、なんちゃんの所属してる組織。その組織がトラブルになってね。相手の関係先の会社。その会社に行って、道具で音鳴らした人間。会社の中に入っていって、音を鳴らした人間ね。その人間が黒なんですよ。今回話する黒なんですよ。それで、黒はね、6人兄弟のね、末っ子なんですよ。一番下なんですよ。それで、親がね、離婚して、みんなバラバラになるんですよ。お父さんは誰を引き取る、お母さんは誰を引き取る、何人かは施設に入るとかね、みんなバラバラになるんですよ。それで、黒はね、おじいちゃん、おばあちゃんに、育ててもらうんですよ。でもそのおじいちゃんおばあちゃんのね、家っていうのがものすごく貧乏なんですよ。借金だらけなんですよ。それでご飯も満足に食べれるような家じゃなかったらしいんですよ。住んでる場所もね、知り合いの家の庭にある小屋みたいなね、4畳半の小さい家らしいんですよ。それで黒が通ってたね、小学校って給食じゃなかったらしいんですよ。弁当だったらしいんですよ。でもその弁当に入れてもらえるおかずがないんですよ。貧乏だから。だからいつもおにぎり2個、おにぎり2個だけを持って学校に行ってたらしいんですよ。小学校の時ね。それで学校は学校でね、ものすごくいじめられたらしいんですよ。家が貧乏だから、小屋みたいな家だからね。それで、おにぎり2個なんですよ。上にごま醤がかかってるおにぎり2個。それだけだから、恥ずかしいんですよ。学校でそれを食べるのがね。これ東京じゃないんですよ。当時黒は東京じゃないんですけどね。もっと田舎の方なんですけど、それが恥ずかしかったらしいんですよ。それで、学校行きたくないと、おじいちゃんおばあちゃんに言うんですけどね。学校行ってくれと。頼むから学校行ってくれと、お願いされてね。いやいや、学校に行ってたんですけど、でもみんなからいじめられるから、朝家は出るんですけど、学校に行かずに違うとこに行ってたらしいんですよ。公園とかね。まあそういうとこに行って、時間潰して、学校終わる時間に家に帰るらしいんですよ。そんな生活がね、3年ぐらい続いたらしいんですよ。小学校の時に。それで高学年になった時に、お母さんが迎えに来たらしいんですよ。一緒に生活しようと。それで東京に出るんですよ。黒が。そのお母さんと一緒に住んでたのがお姉ちゃんなんですよ。そのお姉ちゃんはね、長女なんですよ。それでもう中学校出て働いてるんですよ。働いて家にね、お金を入れてるっていう感じだったらしいんですよ。そこに小学校高学年の黒が引き取られて行ったわけなんですよ。でもね、お母さんは仕事をしてないらしいんですよ。何も。お姉ちゃんが夜スナックで働いてね、それで昼喫茶店で働いてるんですよ。そのお金で生活してるんですよ。それで黒が家の掃除とかね、洗濯とか買い物とか黒がするんですよ。小学校の転校手続きもしてくれてないんですよ。
お母さんは。いい加減な人なんですよ。それで、昼からお酒飲んでね、ずーっと独り言を言ってるようなお母さんだったらしいんですよ。それで、クロがお母さんのとこに引き取られてね、2週間ぐらいした時に、クロの面倒を見てくれてた、おじいちゃんおばあちゃんが自殺しちゃうんですよ。それでクロはね、ものすごくね、悲しくなるんですよ。毎朝ね、おばあちゃんがおにぎり作ってくれてたと。それで学校行ってるふりをしてた。申し訳ないなと。ものすごくね、罪悪感に駆られるらしいんですよ。クロは。ちなみに、未だに、ごま塩のおにぎり食べれないらしいです。その時のことを思い出すから、悲しくてね、食べれないらしいです。はい。それで、そういう生活がね、半年ぐらい続いたらしいんですよ。クロが毎日、掃除、洗濯に、買い物、それとご飯、それもクロが作ってたらしいんですよ。お姉ちゃんに最初、教わってね、作り方を教わって。それで、クロが家のことを全部してたらしいんですよ。そういう生活がね、半年続いた時に、お姉ちゃんが、いなくなったんですよ。まあ、飛んだんですね。そういう生活が嫌だから。まあ、彼氏が何かできて、いなくなったんですよ。それで、お母さんが、ヒステリックみたいにね、家で暴れまくって、捜索願い出したりね、まあ、いろんなことするらしいんですけど、お姉ちゃんは見つからないんですよ。それで生活ができないと。どうするんやと。それで、クロがね、新聞配達するんですよ。生活保護だったのかどうなのか、クロははっきりわからないんですけど、毎月、いくらかお金が入ってくるらしいんですよ。お母さんのとこにね。その日だけは、外食らしいんですよ。外でご飯食べるらしいんですけど、普段は、漬物にご飯だけ。それもお腹いっぱい、ご飯は食べれないらしいんですよ。クロが小学校6年ぐらいらしいんですけど、お茶碗に半分だけらしいんですよ。ご飯は。それで学校行ってないから、給食も食べれないんですよ。だからそのね、外食、月に1回の外食がね、ものすごく楽しみだったらしいんですよ。でも、頼むのはね、いっつも焼き飯らしいんですよ。チャーハン。それも、ハーフ。半分の焼き飯らしいんですよ。それをもっといっぱい食べたいと。いっつも思ってたと。でも、美味しいから。楽しみやったらしいんですよ。それで、オムレツがあったらしいんですよ。そのお店にね。腹いっぱい食べたいなと。いっつもそのオムレツのことを考えてたと。それで、クロは新聞配達してるからね。その新聞配達のお店、そこにね、同じような小学校の子が来てるんですよ。新聞配達をしにね、働きに来てる子が何人かいたらしいんですよ。そしたら、どこの小学校が聞かれるらしいんですけど、クロは学校に行ってないから答えれないんですよ。それで、その一緒にね、新聞配達してた小学生の一人がね、親に言ったのか、学校に言ったのか、その辺ははっきりわからないらしいんですけど、クロの家にね、児童相談所か役所の人が訪ねてきたらしいんですよ。それで学校、行かすようにしてくれと。学校の手続きはこうやああやとね、説明しに来たらしいんですよ。それで、小学校6年生の夏休み明けからね、クロは学校にね、行けるようになったんですよ。でも、おじいちゃん、おばあちゃんに育ててもらってる時も、ほとんど学校に行ってないんですよ。だから、読み書きがね、あまりできないんですよ。それで、またその学校でね、いじめられるんですよ。読み書きができないから。バカだバカだって言ってね、いじめられるんですよ。それで、学校行きたくないと、お母さんに言うんですよ。そしたら、もう学校なんか行かなくていいよと。お母さんはそんな風に言うんですよ。あんたは家にいて、家のことを教えてくれたらいいよと。学校になんか行かなくていいよと。お母さんがそんなことを言うんですよ。それで黒は、不登校になってね、家のことをね、するわけなんですよ。炊事、洗濯、買い物、家のことをするんですよ。それで、中学校に
入る年になるんですよ。その時に一緒に新聞配達で働いてた人間、その人間と同じ中学になるんですよ。それで学校来いと、中学来いと、それで黒は中学校に行くんですよ。そしたらその一緒に新聞配達してた人間がね、しっかりした人間で結構いい顔だったらしいんですよ。まあちょっとした不良だったんですね。それで周りからいじめられることはなかったんですよ。でも弁当だったんですよ。それで毎日自分で弁当を作ってね、学校に行くらしいんですよ。でもご飯はお茶碗に半分だけしか入れれないんですよ。お母さんに怒られるからね。それでいつも黒はお腹を空かせたらしいんですよ。それで飛行に走ることもなくね、毎日毎朝3時半に起きてね、新聞配達して、それで新聞配達終わって家に帰って弁当を作ってね、学校行って、学校帰ってきたら家の掃除洗濯とかね、家のことをしてたらしいんですよ。家のことしないと学校に行くなとお母さんに言われるから、一生懸命そういう生活を頑張ってたらしいんですよ。それで月日が流れてね、黒が中学校3年生の時、3年生の時に同級生の友達のね、お兄ちゃん、そのお兄ちゃんと仲良くなるんですよ。黒がものすごくね、よくしてくれるらしいんですよ、その友達のお兄ちゃんが。それである日ね、なんちゃんがね、たまり場を作ってたんですよ。なんちゃんの話で出てくるアパートね、たまり場のアパート、そこにね連れて行かれるんですよ。まあ連れて行かれるというか、ついて行ったんですよ、その友達のお兄ちゃんについてね。友達のお兄ちゃんは不良だったから、そのたまり場によく行ってたんですよ。それで黒も一緒に行ったんですよ。そしたらそこにはね、いつでもご飯が腹いっぱい食べれるように炊飯器に山盛りあるらしいんですよ。それで冷凍庫開けたら、まあ少量ですけどおかずが入ってると、それは好きに食べていいと、腹いっぱい食べていいぞと。そこで黒がね、ご飯食べるんですよ、お腹いっぱい。それでちょこ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 ね、その先輩に連れられてそこに行くんですよ。そしたらものすごく居心地がいいんですよ。誰も黒のことをバカにしないし、お前にこの服あげるよとか、この靴あげるよとかね、そのたまり場に来てる不良たち、ものすごく面倒を見てくれるらしいんですよ。めちゃめちゃ居心地がいいらしいんですよ、その場所がね。でもね、黒には新聞配達と家のことをするっていうね、仕事があるんですよ。だからそのアパートで降りたいんですよ、ずっとそこでいたいんですよ。でも新聞配達と家のことはしないといけないから、そんなにそこに行けないんですよ。でもね、ある日お母さんがおかしくなったんですよ。心の病気で精神病院に入ったんですよ、お母さんが。それで黒はね、新聞配達は続けるんですけど、家のことをしなくて良くなったから自由になったんですよ。それでそのアパートに入り浸るんですよ。そのアパートから新聞配達をしに行って、それで学校行って、学校終わったらそのアパートに帰る。それで朝3時半に新聞配達をしに行く、この生活になったんですよ。でもある時ね、なんちゃんがそのアパートに来るんですよ。それで黒に、お前年いくつやと、何歳やと。そしたら当時ね、14歳だったらしいんですよ、中学校3年生だけどね。それで14歳ですと。そう言ったら、中学生はちゃんと学校行って勉強しろと、こんなとこに来たらあかんと、高校生になってここに来たいと思ったらここに来いと、中学校の間はちゃんと学校に行って家に帰ると、まあそういうことをなんちゃんに言われるんですよ。それで黒はなんちゃんに、自分の生い立ちね、ずっとこういう生活してきたと、ここに来たら腹いっぱいご飯が食べれると、まあそういう話を一生懸命したらしいんですよ。
そしたら、なんちゃんがね、じゃあ、ここに来てもいいと。ここに来てもいいけど、一つは、診断はするな。学校にはちゃんと行けと。それと、一週間に二回は、お母さんの面会に行けと。病院に会いに行ってこいと。その約束を守れるんだったら、ここに来て、毎日、飯食べて、ここで寝泊まりしてもいいと。そういうふうになんちゃんが言ってあげるんですよ。それで、クロはね、なんちゃんに言われた通りに、やるんですよ。ちゃんと学校も行くし、新聞配達もするしね。周りがシンナー吸ってても、クロはシンナーもしなかったんですよ。でもね、ある時、中学校の友達、その友達が、車を盗んできたんですよ。それでクロが、俺にも運転させてくれと。そう言ってね、クロが運転して、大きなね、事故をするんですよ。それで、意識不明で、病院に運ばれるんですよ。クロが。それで、生死をさまよってね、まあ、助かったんですよ。助かって、目が開いた時にね、そこにいてたのは、なんちゃんなんですよ。なんちゃんが、その、クロをね、そのたまり場に連れてきた、クロの友達のお兄ちゃん、そのお兄ちゃんから、そのことを聞いてね、なんちゃんが、病院に来てくれてるんですよ。それで、事故した相手がいてるんですよ。その相手ともね、なんちゃんが話をして、お金でね、解決して、盗んだ車の持ち主、その人とも、なんちゃんが話をしてね、車を弁償して、それで病院代からすべて、なんちゃんとなんちゃんの兄貴分が、全部支払ってくれてるんですよ。それでクロはね、この人のために何かしたいと、恩返しがしたいと、まあそういうふうにね、強く思ったらしいんですよ。その時にね、それから月日が流れて、クロが16歳になった時にね、なんちゃんに査定にしてくださいと、頼みに行くんですよ。でもなんちゃんは、お前は兄貴の若い主人になれと、兄貴分のね、でもクロはね、なんちゃんの射程がいいんですよ。兄貴分の若い種じゃないんですよ。なんちゃんの射程になりたいわけなんですよ。でもなんちゃんは、あかんと。お前は兄貴の若い種になれと。なんちゃんの兄貴分も、お前の射程でええやないかいと。お前の射程にしろやと。言うんですけど、なんちゃんは、それじゃあのアパートの意味がないと。あのアパートを作ったのは、兄貴の射程とか若い種を見つけるためにあのアパートがあるんやと。だから兄貴の若い種にならなあかんって言ってね。それで結局兄貴分の若い種でなんちゃんの射程になったんですよ。なんちゃんのヤブダ人生で初めての射程なんですよ。初めて持つ射程なんですよ。なんちゃんもものすごく苦労をね、可愛がるんですよ。めちゃめちゃ可愛がるんですよ。クロもね、なんちゃんの兄貴分なんか見てないんですよ。なんちゃんのことしか見てないんですよ。それでね、クロはこの後、なんちゃんのためにね、いろんなことで体かけていくんですよ。本当にね、いろんなことするんですよ。はい。この話の続きは、また、明日、喋りたいと思います。このね、クロ、めちゃめちゃいい男ですから。はい。また、明日、喋りたいと思います。じゃあ。